タードラゴンズの人気。2022年はセリーグ最下位に終わった中日。オフシーズンには京田陽太や阿部俊樹ら中堅の主力選手をトレードで放出し、血の入れ替えを行います。さらにここ数年獲得に消極的だった大物新外国人も獲得し、巻き返しへ戦力を整えてきたはずでした。ところが2023年が始まると、チームは早々に最下位に転落し、浮上する気配がありません。そんな散々なチーム状態の中日ですが、立浪和義は監督を辞任しないようです。暗黒期の沼。2023年の中日は、何年も活躍を見せてきた大島洋平、ダヤン・ビシエド、高橋周平らと2022年に最多安打を獲得した岡林勇希をはじめとする若いメンバーが融合し、課題の得点力不足を解消するはずでした。また、メジャー通算41本塁打のアリスティディス・アキーノ、3年ぶりに古巣に復帰となるソイロ・アルモンテ、ユーティリティプレイヤーのオルランド・カリステを獲得するなど、貧打解消のために新戦力も多く加えています。しかし、シーズンが始まると、高橋やビシエド、新助っ人の不振により、得点力不足が露呈し、先発がクオリティスタートで投げ切っても、敗北する試合が続きました。開幕ダッシュに失敗した後も、2022年まで主砲だったビシエドは、ホームランや得点圏でのヒットが出ず、2軍に降格。さらに新助っ人外国人の3人が、揃って打率1割台となり、全員2軍に降格するなど、苦しい選手のやりくりになっています。そんな中で、中日は5月13日から7連敗、借金が14まで膨れ上がり、5月中旬にして優勝争いから脱落します。連敗後に巻き返したい中日でしたが、2023年は4連勝以上の大型連勝ができず、チーム浮上のきっかけをつかめませんでした。さらにエース、大野雄大、扇の要、木下拓也らが怪我で離脱し、チーム状況はより悪化していきます。後半戦が始まって間もない7月26日からは5連敗で、借金は21になりました。現役ドラフトで獲得した細川誠也の覚醒、トレードで獲得した宇佐見真吾、斎藤光輝らの活躍は見られていますが、90試合以上を消化して3位とのゲーム差は10ゲーム以上開き、クライマックスシリーズ出場も絶望的な状況です。1軍が苦しい状況であれば、2軍から新戦力を上げたいところですが、4月に球団ワーストに並ぶ14連敗を記録するなど、1軍同様かそれ以上にひどい状況でした。2軍は80試合終了時点で21勝51敗8分けの最下位です。1軍のみならず、2軍でもチームが崩壊しつつある中日。この状況でも立浪は監督を続けるのでしょうか。監督続投。立浪の解任が最初に噂されたのは5月22日時点で40試合を終え、借金が14になった時でした。40試合での借金14は球団ワースト2位の記録であり、年間90敗ペースという深刻な状況。また1995年の高木守道監督は6月3日に借金13で休養。2016年の谷繁元信監督は8月9日に借金15で休養が発表されています。他球団でも借金15前後で休養が発表され、そのまま解任となることが多かったことから、立浪も前例に倣ってこのまま休養するのではと噂されました。しかし、大島宇一郎オーナーは、まだ100試合ある。我慢のしどころ。と新聞でコメント。過去10年で B クラス9回というチーム状況も踏まえ、すぐに結果は出るわけじゃないと立浪の解任や休養の意向はないことを明かしています。この状況から巻き返し、解任の噂を消したい立浪でしたが、中日は7月終了時点で借金が20まで膨らみました。するとスポーツ紙の記者から、立浪監督は今年が3年契約の2年目ですが、2年連続最下位になれば、責任問題は避けられないでしょう。岡林勇希、高橋宏人など、若い力が出てきていますが、野球の質が上がっていません。このまま来季を託しても、勝てるチームに変貌するとは思えない。
本気でチームの立て直しを図るなら、球団フロントが来季に向けて次期監督を考えなければいけないと思います。と厳しい指摘を受けます。さらに、NPB でコーチ経験がない立浪監督にチーム再建を託すのは荷が重かった。若手を起用してチームを変えたい気持ちはわかりますが、中堅やベテランの力も必要です。指導者として勝つ術を知らず、作戦面の引き出しが少ないので、今の結果は当然に思えます。と、オフに行ったトレードについても非難しました。この記者からは、新監督に中日 OB で元阪神の監督である矢野昭弘、元横浜の監督であるアレックス・ラミレスを後任として推す声がありましたが、中日のフロントは立浪解任を考えていません。その理由の一つが観客動員数です。ある記者は、地元出身の石川昂弥をビシエドに変えて4番に据える采配などがファンに支持され、観客動員数は昨年より増えていると指摘しました。別の球団関係者も、成績が振るわない一方で観客動員数が増えているのも監督続投を後押ししています。名古屋のファンは温かい。最下位でも熱心に応援してくれるドラゴンズファンに立浪監督は支えられているんです。と分析しています。暗黒期で低迷するチームは、徐々に観客動員数が減少傾向にありました。ここ数年、若手をうまく起用できていないと言われていた中、若手を積極的に起用する立浪を、球団は手放したくないようです。また他にも立浪続投路線に影響しているのは、立浪自身の人気。スポーツ紙記者は、落合博満を推していた白井文吾オーナーが退任し、ようやく実現した生え抜きのスター指導者ですからね。加藤博之球団代表が立浪が辞めるなら私も辞任すると語っている通り、よっぽどのことがない限り解任しないでしょう、と指摘しました。他の記者も、立浪監督は選手時代から人脈が広く、野球殿堂入りを祝う会では地元メディア各社の社長が発起人に名を連ねたほど、地元財界などのスポンサーも温かく見守っている。何より加藤博之球団代表が、あいつが辞めるなら俺も球団を去ると一蓮托生を覚悟しているのも大きい、とコメント。フロントや地元企業とのつながりがあるミスタードラゴンズ、立浪の人気は、立浪続投をアシストしています。暗黒期と呼ばれるほど低迷している中日の立て直しを期待されている立浪。周囲が続投や解任について騒ぐ中、立浪はすでに次のシーズンを見据えていました。立浪政権3年目に向けて、立浪は2024年に向けて戦力を整えようとしています。開幕前に行ったトレードだけでなく、開幕後も立浪は積極的にトレードを行いました。まずは6月19日に行われた郡司裕也、山本拓海と宇佐美慎吾、斉藤光輝の2対2のトレード。中日は開幕前から捕手不足に悩まされ、一度はトレードで放出していた加藤拓磨を呼び戻すような状況でした。その状況で木下が故障離脱します。そこで石橋康太を中心に捕手を回そうとしましたが、石橋は2022年オフに肘や膝の手術をしており、体のコンディションに不安があったからか、宇佐美に白羽の矢が立ちました。宇佐美は打力にも定評があり、和田和弘コーチらの指導で、バットを二度引く悪癖が修正され、8月2日には移籍後に本拠地初ホームランを記録。2024年は木下と宇佐美の正捕手争いが見られそうです。斉藤は中日に不足している中継ぎ左腕の役割をこなしており、史上2人目の通算3勝を全て別々の球団で挙げる記録を達成しました。2024年も斉藤の活躍が上位浮上の一つのポイントになりそうです。また7月18日に高松渡ると川越誠司のトレードが成立。石川や細川ら右の強打者が成長してきた中日にとって左の強打者は2024年に向けた補強ポイントの一つでした。俊足の高松をトレードで失いましたが、代わりに育成の樋口清舟を支配下登録し、走塁面での戦力低下を予防しています。
育成からは6月に松山真也を支配下登録しており、剛速球が武器の右腕で中継ぎ陣の層を厚くしました。さらに外国人補強については、先発が不足してきた5月末にウンベルト・メヒアを獲得。コントロールが武器のメヒアは2023年は先発としての役割を果たしています。また中継ぎ陣が疲弊してきた7月末にはマイケル・フェリスを獲得し、2024年に向け着々と選手層を厚くしました。2023年も散々な成績になっている中日ですが、立浪は開幕早々親しい知人に、今年も勝てない、 99% 最下位です、来年に期待してくださいと話していたそうです。開き直りとも取れる発言ですが、立浪は中日を強い球団に戻すために2023年も育成に努めようとしていました。それが選手起用にもみえ、京田と阿部のトレードで空いた二遊間に村松海斗、福永博樹、龍空ら若い選手を起用します。また不振のビシエド、アキーノ、高橋といった選手をレギュラーから外し、石川、細川などの若手起用にシフトしました。一方で例年ユーティリティプレイヤーとして出場していた堂上直道などの起用は皆無であり、今後数年間にわたって活躍できる選手を見極めているのかもしれません。選手の補強とは別に、2024年の目玉となるかもしれないのが清原和博の入閣です。中日関係者は、立浪監督と清原氏の絆は強く、清原氏が逮捕された後も支えていた。キャンプや主催試合への入場を NG にする球団もある中、立浪監督が就任すると清原氏はすぐ中日のキャンプを訪れる。始球式も務め、今年のキャンプも訪問。立浪監督は名古屋のメディアに清原氏を解説に使ってもらえるよう頭を下げたことも、と話しています。さらに別の記者は、清原の打撃の指導法はシンプルで、評論家としての評価も高い。球団側にとっては営業面で観客動員数増加の起爆剤にすることもできる。スポンサーにも納得してもらえる可能性は十分あります、とコメントしました。かつて西武や巨人で活躍した大打者が首脳陣に加われば、恐竜打線が帰ってくるかもしれません。2024年も監督を続けそうな立浪。2023年もあとわずかですが、監督を続けるなら結果でファンに示す必要があるでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も野球動画をどんどん出していきます。いいねやチャンネル登録、コメントをしていただけると、明日への活力になりますので、よろしくお願いいたします。